私は寮に行くのだ。私たちも一緒に行こう。子たちよ、何か食べるものがあるか。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるだろう。あれは種だ。今取った魚を少し持ってきなさい。さあ、朝の食事をしなさい。ヨハネの子、シモンよ。あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。私の子羊を養いなさい。ヨハネの子、シモンよ。私を愛するか。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。私の羊を飼いなさい。ヨハネの子、シモンよ。私を愛するか。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。私の羊を養いなさい。よくよくあなたに言っておく。あなたが若かった時には自分で帯を締めて思いのままに歩き回っていた。しかし年を取ってからは自分の手を伸ばすことになろう。そして他の人があなたに帯を結びつけ、行きたくないところへ連れて行くであろう。私に従ってきなさい。主よ、この人はどうなのですか。たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、
あなたには何の関わりがあるか。あなたは私に従ってきなさい。